波瓦嘅鐵拳咧，係好早期嘅時候咧，有好多香港嘅元素啊，例如雷姆龍啦、咩索洛啦，即係好似李小龍嘅角色啦。其實你係咪好中意香港嘅電影嘅咧？啊，咁啊，初めの香港，唔係香港就係鉄拳の初めの時が、なんかいろいろ香港の映画のエレメントがあるので、例えばマーシャルローとか、ローのキャラクターとか、それレモンとか、この香港の映画大好きなんですか？あ、そうですね。僕に限らずですけど、ほとんどの日本人は、僕らのつまり年齢的には多分30代中盤から40歳以上ぐらいはみんなブルース・リーとかジャッキー・チェンとかああいう映画にかなり影響はやっぱりされているので香港映画はもうみんなほとんど見てますよ。香港映画のアクション映画はかなり見てますし僕はもう大ファンですね。だからこれを影響を受けて鉄拳シリーズ作りましたやっぱり香港映画のいろんなエレメントはかなり僕の中に影響を与えているのでそれも鉄拳の中にかなり影響を与えてます。あ、じゃあ少し違います。違います。じゃあ第二の質問。即係你好刻意咁保留翻每個角色佢個國家或者佢自己嘅語言，其實係咪即係好想吸納多啲唔同，即係吸納唔同嘅語言或者唔同嘅文化入去依個遊戲裏邊咧？鉄拳のシリーズの中で原田さんがわざわざいろいろ国の言葉をあの国の人の言葉をそのままで話す使うんですけど、これがなんか特別な権威なのがありますか？それともただもっとセガ中のファンにもっとこのシリーズ遊びたいからこれを使うんですか？やっぱり鉄拳はご存知の通り非常にワールドワイドに売れてるゲームなので、いろんな国の人にやっぱり応援してもらいたいっていうのもあるのと、あとやっぱその国の言葉じゃないと、意味がやっぱりこう出ないセリフっていうのも多いので、やっぱりその全部日本語とか英語にやってもいいんですけど、やっぱその現地の言い方じゃないとこうやっぱりキャラクターの個性が出ないっていうのもあるので、だからあえて現地の言葉を喋らせてます。おお、なるほど。可唔可以問少少關於即係之後嘅作品咧，或者而家嘅故事會唔會即係喺下一代先延續落去啊？或者而家有冇已經開始開發緊下一代或者下一代嘅故事喺度思考緊啊？次の鉄拳の新作を、そしてストーリーの展開はもう考え。いやもうね次を考えるどころかもう鉄拳セブンが今すごくやっぱり大人気なので、今鉄拳セブンをとにかくどう盛り上げようかなっていう方がまだ意識としては強いですかね。やっぱり次のはまだあんまり考えてないです。ただシーズン2だけ。もともと鉄拳の次のとか関係なく昔からストーリーは結構考えてあるので、ただ次を作るかどうかはまだ。何も決まってはいない。对对对啊，なるほど。はい。今回も唔阻你。じゃあ、ありがとうございます。はい、いろいろ。よろしく。